震災の被害の大きさは忘れることのできない記憶として今なお脳裏から離れることはありません今後とも被災地の方々の声に耳を傾け心を寄せ続けていきたいと思います教訓が生かされ災害に強い国が築かれていくことを心から願っています 東京千代田区の国立劇場で開かれた東日本大震災10周年追悼式には天皇皇后両陛下や菅総理大臣、遺族の代表らが出席し地震が発生した午後2時46分に合わせて黙祷が捧げられました黙<祷>その後、岩手、宮城、福島の遺族の代表がそれぞれ言葉を述べました。行行っっっててくるよ。行ってらっしゃい。 10年前の3月11日の朝母と交わした最後の言葉でした津波に襲われたふるさとの海の景色を大震災の前とは違った思いで眺めています小さかった私は祖父母や父母が悲しみに暮れているのをただただ見ているだけでした私たち若い世代ができることは 風化し始めている東日本大震災の記憶を改めて呼び起こし後世までその事実をつないでいくことだと思います私は津波で当時5歳だった次男翔太を失いました自分が震災を経験し感じたことを子どもたちに伝え命の唐突さなどを教えていきたいですこれまでの追悼式ではおよそ1500人が招待されていましたが 今年は感染拡大防止のため220人ほどに絞られました。